先日発売になった Windows 7 の OS をヨドバシカメラで買ってきました。この OS は3台にインストールできるアップグレード版です。アップグレードするには Windows の XP か Vista が入ってないとできないですね。それで金額が25,100円でした。アップグレード版には32ビットと64ビットがあって、64ビットの Vista の場合は64を使わないとダメなんですね。 Vista の場合アップグレードしてもVista のファイルとかアプリケーションはそのまま引き継がれるらしいですけど、 XP をアップグレードするとクリーンインストールになってファイルとか何かは全部消えちゃうそうです。だから他のパソコンなり外付けハードディスクに移してから移し替えればいいわけですね。現在10台の自作メーカーもののパソコンがありますが、この2台といつも野球何かを録画するこの1台、合計3台が最近のハイスペックに対応しているパソコンです。こちらのパソコンはデジタル放送も録画できるようになってますが、他の2台はデジタルは受け付けません。今手持ちのパソコンは CDE と3つのパーテーションに区切ってあります。 C ドライブには XP プロフェッショナル、 D ドライブにはVista、 C ドライブがいろいろなファイル関係を保存してあります。 D ドライブの Vista に Windows 7をアップグレードすると、この Vista の OS は使えなくなるので、これを XP プロフェッショナルに書き換えてからアップグレードします。1台のパソコンのアップグレードが終わりました。プリンターつないだらドライバーとかソフトウェア自然にインストールされるんですね。 Windows 7ってさすがにすごい。今まで Vista はほとんどインストールされてても使わなかったんですけど、7の場合なんか使い勝手が良さそうな気がしますね。ここをクリックしただけでこう画面が出てくるんですね。しまわれてるのが、これなら使えるかもしれない。でも XP も捨てがたいんですよね。ソフト関係 XP に対応したのもいっぱい持ってるんで、それを削ることはできないし、今度は XP と Windows 7が主流になってきますね。早く対応したソフトがいっぱい出てくれればいいんだけど。